はい、おはようございます。今日は関東リーグ後期第6節ブリオベッカ浦安戦となっております。去年もこの時期に、浦安さんとは試合をしていて、まあ、その試合は結果的には負けてしまったんですけど、まあ、その試合で、まあ、僕は点を取ることもできたので、まあ、今日はその再現ということで、まあ、点を取れるように頑張っていきたいと思います。それでは今からジムの方に向かって、体の準備していきたいと思います。はい、これから試合会場の方向かっていきたいと思います。危ないよ。ちょっと危ない。最低。おはようございます。皆さんこんにちは。ちょっと勝ったらちょっと待ってください。一旦セブン行ってきます。48分って間に合わなそうで今日ちょっとやばいね、うん、やばい。もうちょい行け。もうちょい行け。ダメだ。はい、コウタ君にかわされました。あ、そうだね。はい、ありがとうございます。あとおにぎり。おにぎり。ありがとうございます。じゃあ、誕生日おめでとう。どうなってん体。気持ち悪い。久しぶりの頑張ってもらう。軍事の肩もみどうすか。めっちゃいいっすか。めっちゃ怖いよ。マコくんエグい顔してたで今。サポってる。小声で。雇われてるの僕がね。お願いします。
全部持ってった今。コマくんのアングル全部持ってった。ありがとうありがとう。絶対ピースになってるやつ。本日はご案内申し上げます。周りの方と触れ合わない程度の距離など接触を伴うようなファンサービス。次だ OK よ。はい、行くよ行くよ。どうすか調子？手こっちでしょ。フォワード背番号11村上光雄。キレ顔いらんすよ。こんにちは。小田さん、こんにちは。お、いいよ。暑いですね。暑い。今日のキープレイは駒崎さん。キープレイは駒崎選手で、理由は足元から繰り出される正確なビルドアップ、うん、でも今日全然あのロングパスうまくいってない。いつもです。いつも通りですか。あれいつも通りです、あれですね。こんにちは、アルさん。あ、こんにちは。すいません、こんにちは。そうですね、見てください。はい、引っかかってます。両チーム1枚アップを終了。取れたか取れたか取れたか。はい、暑いよ。ゴーヤンダニーズ行くぞー。 OK、ナイス。選手からふわっとしたボール、石村選手起点になって本田選手最後連れていきました。この左サイドから裏抜けたところ入れ替わる形になった。サイドをえぐってくる。中フリーになっている、気をつけたい。フリーになっている、上村選手止めました。ナイスキーパー。今年多くなっています山下選手、左足シュート。その条件は、その順位で言うと、順位で言うと少しこう複雑なんですね。ここは無理を目傾けてくる、オフサイドない、気をつけたい。このサイド、上がるかというところですが、サイドのボールを受け、ルールは日高選手、運びながら、前に選手が上がってくる。サイドに送ります、25番、桑田選手、左足のキック持っている選手ですが、13番、宮田選手のところ。素晴らしい。やっちゃったなお前。やっちゃったな。まだ終わってないけど。ただまあ後半の入りのところで3回。なので、シュイ。こいつが入れてくる。石川さん前半もおっしゃっていた部分ですが、ここの、はい、なるほど。ここ気をつけたいんですが、マックサイド抜け出して時間作ります。13番、奥田選手がものすごい勢いで上がってくる。そこに来た、ヘディングを落とす。こぼれたところ、郡選手でしょうか、最後。お、まだこぼれている。シュート、惜しくもこれはクロス。やらしたくないところですが、サイドの深い取られた。アンダッチ折り返してくる。フリーになってしまった。水野選手こぼしたところ、押し込まれてしまいました。ボール少し処理が難しいが、シュートに対して岡田選手のリードな、うまく送っていく。オビオラ選手の裏まで一気にボール流れてくる。抜けます。あー、ところはこれはイエローカード。あ、これはレッドカードですね。
思いますが、前に乗ってくる、このあたり、混戦になる、気をつけたい、気をつけたい、最後ブロック、15番、日高選手、選手を収められるか、入っていく、うまく落とします、熊谷選手、中抜けるか、うまく持って、大高選手のところ、抜けられるか、はい。フェイントして、ゴールが入っちゃう、ここで試合終了の笛が鳴りました。両チーム引き分けで試合が終了いたしました。顔決めすぎだろ。おお、こっちかい、こっちかい。さ、カメラ待ちすんな。おお、下手すぎだろ、ステップ下手すぎだろ。結果の方は1対1の引き分けという形になりました。まあ、帯が先制点を奪ってくれて、まあ、そのまま逃げ切りたかったですけど、まあ、後半サイド崩された流れでクロスから失点してしまって、まあ、そこの対応のところで、まあ、自分ももっともっとできることあったなっていうふうに思っているので、まあ、そこは本当に悔しいなと思います。まあ、その後退場者も出て、まあ、なんとか勝ち越し点を奪って、勝ち切りたかったですけど、その後の相手の守りも非常に硬くて、まあ、引き分けで終わってしまって本当に申し訳ない気持ちでいっぱいですね。まあ、久しぶりにホームの試合に出場することができて、まあ、やっぱり改めてたくさんの方が来てくださる中でサッカーをすることができる、幸せを感じることができました。まあ、勝利をお届けすることができなくて残念ですけど、まあ、次は最終節に、ホームの試合あるので、まあ、そこでは必ず勝利をお届けできるように頑張っていきたいと思います。もちろんその前にアウェー2試合あるので、まあ、その試合でもしっかり勝って、まあ、残留を確実なものにしていかないといけないと思うので、まあ、そこはチーム一丸となって頑張っていきたいと思います。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。